ジョーベニーコロナ・クレスピンは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州ロサンゼルス出身のプロサッカー選手。ヒューストンダイナモ所属。ポジションは MF。ロサンゼルスにて、メキシコ出身の父とエルサルバドル出身の母との間に生まれた。幼少期にメキシコのティフアナに移住し、中学卒業後に再びカリフォルニアに戻りサンディエゴの高校に進学した。高校卒業後は、 サンディエゴ州立大学に進学し、同大学のサッカー部でプレー。クラブティフアナでプロデビュー。2015年6月、ティブロネスロホスでベラクルスにレンタル移籍。2017年12月13日、クラブアメリカにレンタル移籍。コロナはその出自からアメリカ合衆国代表のほか、メキシコ代表とエルサルバドル代表のいずれかを選ぶことができた。 2011年パンアメリカン競技大会前に U22 メキシコ代表の試合に出場したが、親善試合のため代表変更の可能性は残されていた。その後アメリカ合衆国代表への変更を決断。2012年ロンドン五輪予選のキューバ戦でハットトリックを達成。最終戦のエルサルバドル戦でも1ゴールをマークしたが、チームは予選敗退に終わった。2012年5月。 スコットランド代表とのフレンドリーマッチで68分から途中出場しフル代表デビュー。2012年10月 2014FIFA ワールドカップ北中米カリブ海予選のグアテマラ戦に出場したことで代表変更の可能性が消滅した。ティフアナクラブアメリカアメリカが州国代表。ありがとうございます。